いざ。その今から何をするのですか。お前のために写真を残すんだ。具体的な操作はオイラたちに任せろ。お前はそこに立ってポーズを取るだけでいいぞ。簡単に言うと、写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ。何かの記念に残すにはぴったりだぞ。ポーズを取るとはどういうことでしょう。なるほど。つまりあなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えるとなんだか恥ずかしいですね。どうすればいいのでしょうか。何か私に案をください。見栄えするものがいいですが、大げさすぎるのは避けていただけると。でないと恥ずかしくて仕方ありません。こうでしょうか。はい、ではお願いします。いい角度を決めてエイを記録しようぜ。お前のために撮った写真だ。これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。話も先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました。全く同じ姿勢で、そして背後の風景も、一体どういう仕組みなのでしょう。それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。もう少し説明を。つまりこの中にいるのは私ではない。私ではないのならどうして私と全く同じ姿なのでしょう。そしてもし私であるなら今の私とは一体何なのでしょうか。これはオイラの回答能力を超える質問だ。お前にバトンタッチ。そうだぞ。お前は将軍を自分のことだと思ってるのか。もちろんです。今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありません。じゃあ今のお前は何なんだ。それを言うなら私は私です。疑いの余地もないことでしょ。私の存在なんだか分かってきたような気がします。私は私であり、一人しかいませんが、無数の形で存在することができるのですね。どのような形で存在するのかは、あまり重要なことではないようです。例えば、将軍は私の存在する形の一種であり、彼女が私であるかどうかという問題は、決して彼女の体にある部品によって決まることではありません。そういうことならこの写真もお前の存在する形の一種だな。ええ、永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わり続けていたのですね。そうであれば一体どうして稲妻に、そして稲妻で生きる一人一人の方に普遍を要求できるというのでしょう。今回あなたたちとの旅で見たものは全て私の認識外にあるものでした。はあ、
お恥ずかしい一面を見られてしまいましたね。あなたたちにはわからないと思いますが、これらは私の認識に大きな衝撃を与えたのですよ。もし今回見聞きしたもので定義するのなら、今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっています。ですが、決してそのような理由で今の稲妻が稲妻ではないと否定してはなりません。メガリレー、千住百目心臓、これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたもの。もし私自身が永遠に近づいていたら、このようなことは起きなかったでしょう。私は全てをきつく縛りつけすぎていたのでしょうか。どうやら分かったみたいだな。今回のオイラのガイド、すごく価値のあるものになったみたいだ。カマジ様、カマジ様。お、なんか下が騒がしいな。一平みたいだ。どうしたんだろう。天領奉行の人ですか。そうみたいだ。何があったか聞きに行ってみよう。一平、何かあったのか。あ、あなたたちでしたか。僕は…って、将軍様。九条釜寺坊ちゃんに会いにいらしたのでしょうか。申し訳ございません。釜寺様はまだお帰りになっていません。もしよければ私めが代わりにことづかりましょうか。そうかしこまらず。ここへ来たのは用件があったからではなく、あなたの慌てた声が聞こえたからです。はい、実は釜寺様が交渉に行ったきり帰ってこず、何かあったのではないかと心配しているんです。鎌地様は普段外でブラブラしたまま帰ってこないことがしばしばありますので、多分どこかで迷っているのかもしれません。ですがなぜか今日に限ってすごく不安に感じるんです。九条鎌地、聞いた感じでは九条家の子息のようですね。はい、申し訳ございません。当主は病を抱え、若旦那は長年不在。現在九条家は九条鎌地が九条家の名代となっております。天領奉行が混乱に陥っていることは私も噂に聞きました。そのことが九条鎌地と関係があるのですか。申し訳ございません、将軍様。それも九条家の失態です。九条家の名誉が大きく傷つき、勢力が衰退し、将軍様は天領奉行の今後の取り決めを将軍様も決めていませんでしたので、ですので鎌地様は高塚家にこの状況を仕切ってもらおうと交渉に行ったのです。だったら奉行所で交渉してるはずだ。どうしてこんなところで探してるんだ。ああ、いえ、今回の会合場所は特別なところでして、僕も戸惑っていたところなんです。それに重鎮同士の会合となると僕も詳細が聞きづらくて、場所は鳴神大社近くにある山の上で、そこに高塚崎が所有する特別な拠点があるそうです。高塚さ、聞き覚えのある名です。長きにわたり九条家の補佐を務めていたはずですが。はい、そうなんです。だからこそ鎌地様は交渉に行きました。しかしいくら話す内容があるにしても時間がかかりすぎています。城内をくまなく探したんですが、まだ帰ってきてないとなると。そうですね、僕もその可能性を考えました。ですが僕の身分では高塚崎に入ることはできません。いえ、僕の考えすぎの可能性もあります。もし交渉の邪魔になってしまったら、それこそどう許しを請えば。僕は鎌地様の付き人ですが、幼い頃から一緒に成長してきた仲でもあるんです。僕はただ彼に何か起きたのではないかと心配で。
僕はあの方のように賢くはないので、手助けはほとんどできません。しかし自分の失態で鎌治様を危険にさらしたくはないんです。将軍様はいかがお考えで？直接出向いてみましょう。私の身分であれば交渉の邪魔をしてもあなたに影響はないはずです。それに元はといえば、私が早急な決断を出せなかったのが原因。このことは私が解決すべきです。ありがとうございます。将軍様直々に出向いていただけるなんて。僕も他の場所を探しに行ってみます。ではその会合場所を記しておきますね。うまくいくことを祈ってます。花と酒を手に。揺らぐことなし。うわ、こんな見つかりにくい場所にあったのか。一般的には山奥にこのような建物を建てる理由はないはずですが、この地に属さない気配を感じました。危険な気配です。え？用心して進みましょう。あの九条家の子息、すでに危険な目に遭っているかもしれません。難攻不落。断罪の名によ。誰で出てるの？
やはりダメだ。稲光、すなわち永遠なり。ダメだった。難攻不落、歌よ錦となれ。夜の幻月、裁きの雷。やはりダメだ。やっここまで。ここより弱滅の時。やはりここまで。やっ、見切りました。剣女盤石。せっかく、え、この剣はわかるかい。これでどうだ。姿を見せよ。やっ、逃げ道はありません。大ウルコン、夜の剣月。やだなのは、さびとめ。へっ、無我の巨人。ここまでやろうぜ。ダメだ。裁きの雷。ふっ、そこ。ふっ、やはりダメだった。いざ。ふっ、お主はこの方の馬鹿ね。いや、雨描きがたし、他奥義。この手だ。この手は逃げ道はありません。ここより弱滅の時。やっ、せっ、せっ、勝つのか。ひゅっ、あそこを見ろ、九条かまじだ。それに将軍様。将軍様がどうして。今の状況を私に話してください。高塚家の跡取り。私たちはただ近頃天領奉行で起きたことについて話し合いをしていただけです。将軍様がお気になさる必要はございません。そのためだけにこのような人里離れた場所で浪人とカイラギを見張りに置いていたのですか。それは近頃の混乱のせいで安全面の問題を考慮し。黙りなさい。九条家の子息、説明を。はい。もともと交渉が目的で来たのですが、彼らが欲したのは九条家が罪を認めることを記した書面でした。罪を認める。はい。九条家がメガリレーで犯した諸々の罪や近頃起きた様々な失態など。事実を述べているだけで決して捏造ではありません。確かに捏造ではないでしょう。しかしその中には高塚家の功績が多々記されてありました。高塚家は危機に陥っても混乱することなく必死に形勢を変えようとしたと。しかしそれらは全て身も蓋もないことです。何を言う。貴様、急に態度を変えよって。話が違う。事実を述べたまで。判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家は自らの印象を良くしようと操作し、九条家に取って代わろうとしているだけに過ぎません。そうでなければどうして先の書面にありもしない功績を強調して書いたのでしょう。そしてこのように軟禁する形で僕に署名を強制させるのでしょう。何を言ってる。誰が貴様なんかを軟禁しているというんだ。これは交渉だ。これじゃさっきと全く話が違うじゃないか。状況は概ね理解しました。この赤蔵のざれごとに耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り、九条家は以前大きな過ちを犯しました。彼らの話は一言も信じてはなりません。あなたたちの論争に興味はありません。しかし高塚家の跡取り、あなたは天領奉行の地位を得たいと思っている。間違いないですね。それは、はい、将軍様のために全てを捧げる。
これは天領奉行衆にいる全てのものが永遠に追い求めることです。そうであればわざわざこんなことをする必要はありません。天領奉行を任命するのは私です。決闘で私に勝った者に新たな天領奉行の座を与えましょう。なあ、将軍様と決闘。初代天領奉行は己が手に握った刀を用いて彼の意志を私に証明しました。それがあったからこそ今の九条家まで受け継がれてきたのです。私に新たな名を認めさせようとするならば、当然それ相応の試練を受ける必要があります。そんな、まさか剣術の心得がないとでも？それとも年を取って自信をなくしているのですか？私のためと口にしておきながら私の刀と相対するのが怖いと？そうですか。ではあなたたちは、高司でも何でも私に勝てれば新たな天領奉行と認めましょう。私の前に立つ勇気のある者は一人もいないのですか？僕に挑戦させてください、将軍様。九条家の子息、残念ながらあなたが私に勝っても九条家の犯した過ちが帳消しになることはありません。いえ、勝算があるとは思っていません。それに当主があんな過ちを犯してしまったんです。九条家が天領奉行を受け継いでいくのも終わって当然だと僕は思います。メガリレーを執行していた時、僕は父の考え方に疑問を抱いていました。自分のしていることが間違っていることも自覚していたんです。しかしどんなに疑いや反省を繰り返しても、たとえ全てを理解していても行動には移せませんでした。ましてや誰かを救うこともしませんでした。今の九条家の没落はそんな僕への罰なのでしょう。僕は何もできなかったんじゃなく、何もしなかったんです。少々残酷ですが、あなたの力ではどちらにしても何もできませんでしたよ。はい、僕の力は微々たるものです。父は話を聞いてくれず、兄も僕を手伝えない。一平に叱られることもしばしばありました。ずっとずっとそうだったんです。しかし少なくとも今は、九条家が最後を迎えようとしている時である今は、僕が九条家の名代なんです。よって父と同じ責務を果たします。将軍様の言った通り、僕の祖先は刀で自身の意志を証明しました。では僕にも、この九条かまじにも同じ形で終わらせてください。これが僕に残された何かできる最後の機会なんです。明らかに意味のないことです。しかし受け入れましょう。かかってきなさい。九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？ご指導のほどお願いします。
中にある変数ですか。しかしその誇りまだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負いました。高司さんの跡取り面倒を見てやってください。挑戦する勇気がなくともこのような雑務はこなせるでしょう。はあ、返す言葉もございません。誠に申し訳ございません。今の九条家では対局に耐えることはできないでしょう。このことは以前から聞いていました。もともと天領奉行の後継者を探すのは確かに急を要すること。しかしこの決闘を経て九条家への処置はしばらく保留することにしました。これから高司家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠を誓います。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。はっ、感謝いたします将軍様。もう結構です。その他の調査は奥詰衆に任せます。あなたたちは私と共に来てください。静かな場所へ行き話したいことがあります。はっ。物事を処理するとき、おぐんって感じがして威厳たっぷりだったな。そうですか。自分では結構融通が効くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条鎌治を切っていたでしょう。彼はあのようになる覚悟ができていました。あの目を見ればわかります。九条家には栄光から衰退へと、確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました。九条鎌治は優秀な後継者ではありませんでしたが、彼はそんな巨大な変化の中私に変わらないものを見せてくれました。これはあなたたちのおかげでもあります。街の散歩、あなたたちがくれた写真、それらを見たからこそこのことに気づけたのです。これからの九条家はどうなるんだ。まだ天領奉行を引き続きやれるのか。それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、犯した過ちをかき消すことはできません。しかし
もう少し時間を与えましょう。何せ過ちを犯したのは彼らだけではないのですから。将軍は間違いを犯さない。犯してはいけないもの。しかし栄として彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。これからの日々、考えるべきことがたくさんあるでしょう。しかし少なくとも今は進むべき道を見つけられたような気がします。それはやはり将軍に任せるでしょう。最も永遠を脅かすのは時間がもたらす摩耗ですから。将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは私が時間とともに変化してしまうことを予測したからなのです。ですがまとまった考えについてはどんなに困難でもやり遂げようと思います。確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですね。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も健康な将軍の姿が見れた。これで悪い噂とかも自然に消えるはずだ。もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。これは私の生活の一部ではありませんので。それに私に付き添いが必要みたいに言わないでください。では私は帰る準備をします。静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重要でないことはあなたたち人間に任せるとします。おう、じゃあまた今度な。いろいろ予想外のこともたくさん起きたけど、最後は結構順調にいったな。あとは通行証をミコに返すだけだ。ならば汝らの物語をしかとわらわに話してもらおうか。実に面白い。堂々たる将軍様が田舎から来た素朴な娘のように城内で買い物をするとは、この目で見られなかったのが誠に惜しまれる。いいんじゃ、あやつはそのようなこと気にせぬ。決してな。じゃが何時らの話によれば、あやつは永遠のあり方について少しだけ触れることができたようじゃな。それが一番重要な収穫じゃ。実を言うと、何時らに通行証を渡した時はここまでの進展があるとは思わなかった。おう、もう全てが止まることを強制することはないみたいだぞ。よく言えば神の独りよがりな思い、悪く言えば俗世の七姿勢でさえより強大な存在を前にした時、なすすべのないこともあるということじゃ。自分で考えろ。とにかく話を聞くと、今回の旅は愉快なものであったみたいじゃな。 A のそれほど堅苦しくない一面も見られたはずじゃ。今度またあやつに会いたいときは、わらわに通行証を借りに来るといい。口では言わぬが、実は結構な寂しがり屋なんじゃ。え、でも付き添いはいらないって。あやつは神じゃ。神に付き添いが必要なわけではなく、付き添いが贅沢すぎるんじゃ。じゃが汝はこの世界に属さぬもの。もしかすれば
それが最良の選択となるじゃろう。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが。いらっしゃいませ。何かお探しですか？
壁立先陣。いざ。いざ。ミドが汚染されてる。
ミドが。はっ。
暗算八九。雲が借りなく時。さゆるか。いらっしゃい。天理チョーク。暗算八九。そこだ。よく。天道、ここにあり。はっ、はっ。風の中、雲の行くごと。背中